誰かいる。ヒットポイントが大変なことになってる。興味深い。あの目を引く形、あれは天然の造形なのか、はたまった。いやあ、君か。こんなところで会うなんて。暑さ対策は大丈夫か？私はここで絵を描いていられるのは、ひんやり役を準備しておかげなんだよ、と。で、こんな場所で絵を描く、この私に興味があるようだけど、小さな島。カンバスに残したいんだ。上じゃん。雲に隠れてしまって見えづらいんだが、ね、天変地異が起きてから、たくさんの島が空に浮かぶようになったが、私はあの変わった島の形がどうも気になっているんだ。空に浮かぶ島は何故そこにあるのか、足を止めて思い巡らせるのも悪くないものだよ。あれか、とりあえず行けばいいのか。本当にそれ見えてる。あと太陽が当たっつ。一箇所ぐらいで大丈夫か。一箇所で大丈夫やね。やっぱりダイビングスーツ体がないか。じゃあちょっと向かってみようか。どこや。あれか、届くか。そろそろ2つ目の遺跡、3つあるからね、2つ目の遺跡も行きたいね。まだ割とね、今130時間ぐらいかなやってるけど、まだ割とやることがいっぱい残ってる。まあ、今回はゲルド族の町に行く予定なので、これ届くか。ギリギリ行けそう感はある。空中で翼出してもなんか飛び出すみたいなね、ことをやってる人いたんだけど、いけそうやな。でもゲージほぼフルに3本プラスチューリの技全部使ってギリギリぐらいだから、まあ序盤ではいけないね。で、実際どうやってここ来るんだろうね。到着。これ落ちるやつかな、落ちないやつかな。あとこの写真って誰に持ってくんだったっけ。これがわからない。撮ってんのか、もしかして。もう落ちるやつや。お、そうはならんやろって言いたくなるよねこれ。穴、ここの穴、下、行ってる。コログいない？この音。カラカラカラ。いた。みずみんねー、まったねー。結構電気の見つかっちゃったんで、多分モルドラジーグ君復活してるよね。久しぶりに戦ってく？
モルドラジークがいまいちさ、爆弾の食べさせ方がわかんないんだよね。あれ？いるね。とりあえず、モルドラジークは。友達のところに行きたいな。食べられる？そこまで遠くないね。砂ざらしか馬かいれば楽勝そうだけど、まあいないけど。おーい、モルドラジーク、餌を持ってきたよ。ほら、こっちや。こっちやで。そこや、行け。残念やな、これ食べさせれんのかな。じゃあちょっと装備を考えよう。まず足はスノーブーツ。スノーブーツどこや。これか、サンドブーツだ。スノーブーツしてどないすんねん。で、厚さガードは頭が高い。で、1個で十分だから、体は守備力の高い体が欲しいところ。そんなものないよ。12かな、マックス。そして、ヒットポイントがなぜか減っているので、回復アイテムを使おうと思ったけど、なんちゅうか、あれっすね。特殊効果のない食べ物がないな。あ、ちゃんと討伐済みって出るようになってる。鍋、なんかすっげえ鍋増えてんな。マックス系アイテムなんかあったかな。マックストリュフ、マックス、マックス、意外にないもんやね。マックストカゲはこれ薬だからね、なんか他のとつけなきゃいけなくてよくわかんないんだよね。マックストリュフはあるでしょ、ないの。あ、普段あんまり料理しないからな。あった。結果これが、よし、鍋を持っていこう。敵が近くにいても料理しろよ。今の答え、さっきの答えと同じ？うん、なんかある。急に寒くなるのやめろ。これだから砂漠は、体を防寒具に、頭を守備力に。オッケー。ということで気づいてもらおう。ヒーロー、早く私を殺しに来てー。来た来た。さあね、ぶっちゃけ戦い方が分かってないんで。爆弾よりどりみどりマスターソード。ほら、
曲がいいな。1回で半分。結構痛いんだよ。爆弾を逃げても大丈夫？全然大丈夫じゃないか。全然大丈夫じゃない。いまだにこいつのちゃんとした戦い方が分かってない。自分をおとりに爆弾を食わしてボコれ。正解。こんな正解があってたまるか。ちょっと待って、これ復活するんちゃう？こいつ。よっ。あと1時間で復活しますけど、こいつ。急げ、早く目覚めるのだ。三、よし、確定成功の時間に作ろうか。30分前からだっけ。まあ確定成功してどうなのかって言われるとね、まあ疑問なんだけど、今から作るのマックス素材なんで、別に成功したって効果なんだろう、変わんのかな。あと30分。あと20分。キャンプファイヤーかな。あと10分。あと5分。はい、確定成功時間やってきました。あー1個増えたね。ぶっちゃけどうでもいいな。誤差だよ、最大体力プラス1とか。せっかくだからなんか成功させようぜ。獣肉に米、卵、いや鶏肉、これ親子丼ができそうじゃね。目玉焼き、おい鶏どこ行った。ね、米と卵しかなかった。鶏肉どこ行ったよ。さて、はい、ということで、モルドラジーク君復活してる？跳ねられたら死ぬけど俺。してないのかな。見つからにゃーい。
そこの砂嵐違う。うん。してるな。よし。帰るか。誰かいないこれ。違う、サボテンか。友達のところに。あれ、お前生きとったんか。生きとったんか、悪い。どこやん。モルドラージークがちょっと邪魔だよね、正直。さっき倒したんだけどね、一瞬で倒しちゃいましょう。ということで、はい、ね、やることは同じです。ボッコボコにしまーす。よし、ワンコンです。はい、ということでモルドラジークの倒し方は自分を踊りに爆弾を食わせてボコりましょうと。はい、簡単簡単、これが一番早いと思います。こっちもいらない。じゃあコログを連れて行こう。ここに今材料あったよね、作業船の材料が。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ここか。友達のところに行きたいな。そういえばあいつの位置リセットされてないね、うまいけど。まあ、また違うやつの可能性もあるんで。そうはならない。扇風機もあったよね。下落ちてら。勝手に行くなー、こらーこらー。あ、戻ってきた。恐ろしき重力加速度。止まれ。行くぞ。よ、友達のところどこや。とりあえず、うん、全然のろしは見えんが、陰謀は邪魔。うん、まあモルドラジック君倒してるんで。砂ざらし、そういえば今回まだ一回も乗ってないよね。割と小回り効かんな、この乗り物。跳ねろ。怖い。ほ、この隙間を。余裕みたいだな。はい、どうだ。はい、着いた。ありがとう、コログの身あげちゃう。25個だっけ、次。
乗り物くんも残っとるね。ということで今回はゲルド地方なのですが、まず町で依頼を受けないと結局話にならないんで、ね、先に回ってもね何すりゃいいか分かんないからね。なんであんま余計なことせずに、ここ画面端じゃねえか。これゴミだ、もう使い物にならん、帰ろう。ここ画面端、へえ、先待ち行こう。